はい、どうも、イスキンです。討伐13段階が実装されてから、しばらく経ちましたが、今日はですね、ゴーレムと、バンシー、そしてアジマナク、まとめて、3つ、編成を作ったので紹介したいと思います。でですね、やはりこの3つはですね、結構、ビビアンの存在が、大きくて、ビビアンがいるかいないかで、かなり処理速度が変わってくるので、まあ、ビビアン実装されるまではしばらくワイバーン回っておくのが一番効率が良いかもしれません。で、まず、ゴーレムから紹介したいんですが、パーティーがこちらになります。はい、ソルですね。ソルがいない人はどうするんだっていう話になってくるんですが、ソルがいない場合はですね、星3の火属性のウォーリア、ディエリア、という英雄がいるので、そちらでも一応、同じぐらいのダメージは出ます。なのでもし、ソルいないよっていう人はビエリアを、フル強化して、使ってみてください。では、この編成見ていきましょう。はい、では見ていきます。まず取り巻きなんですが、ヘイストで、格殺することができます。でスピード順番はですね、ディエネ先頭に、次が、闇ゼラトで、その後ヘイスと最後に、動かないように、ソルという順番になります。で、ここで防御ダウン入らなくても、ヘイストであれば、はい、こんな感じで、カメもねしっかりと格殺してくれます。なので、まあ、ゼラトはここの最初のですね、ゴーレムが攻撃してきて防御ダウンをカウンターして相手につけるっていうのが役割になります。はい、でここでボルカニックバイパー発動して33000で、そこからゼラトが普通に動いて17000で、その後ヘイストが38000で、とどめにソル5万ですね。でちょっと残っちゃいますね。まあ、これ残らないようにするにはもうちょっと強化が必要なんですが、まあ、今回はちょっとね、紹介編ということであまり強化しすぎずに紹介してます。はい、こんな感じ。はい、という感じで、紹介したんですが、今回は装備をしっかりと、装備した状態で今撮影しているので装備の紹介をしていきます。まずディエネは、まあ、特に何もないですね。まあ、いつも使ってる、感じでやってます。で、抵抗結構持ってるんですけど、これでもスタン入っちゃうので、まあ、あんまりその辺気にしなくても、いいのかなと思います。とりあえずスピードをある程度持って、スキル3、攻撃バフを巻ければ、装備は特に制約はありません。で、一応異物は、威力上がるように、スーパー水鉄砲エースつけてます。で、ゼラト。ゼラトもですね、まあ、普段僕使うことが多いので、あんまり装備いじりたくないので、靴だけ、速度から攻撃にして、こんな感じのステータスになってます。まあ、ゼラト、なるべく、火力出た方が、ヘイストの格殺のハードルが下がるので、まあ、これぐらいの攻撃と繰りだめがあれば、まあまあ、そこそこの確率で、いけると思います。で僕の場合は、一応そこまで気にせずに、もう異物もね道化師にしてるので、ちょっと火力が足りない場合は、ここは、肖像画とかをつけてください。でヘイストですね。はい、ヘイストはこんな感じです。ヘイストは11段階のワイバーンで使ってたこともあって、スキルは、S3 がプラス5で、スキル2は、これが新ライトで上げたやつなんでプラス2で、スキル1がプラス1となってます。で、攻撃力とか繰りダメはこんなもんですね。まあ、テストゥード、取り巻きの亀ですね。あいつが貴族性なので、まあ最低限クリティカル 85% 確保してれば、1ウェーブ目の取り巻きは簡単に、取れると思います。このステータスでだいたいスキル3、防御ダウン入らずに15000ぐらい、出るので、ヘイストも、道化師にしてます。
これも威力足りない人は肖像画とか火力の上がるやつにしてもらえれば、1ウェーブ目は簡単に突破できると思います。はい、そして最後ソルですね。いや、あんだけダメージ出してんだから相当鍛えてんだろうなって思うかもしれませんが、レベル51、でスキルは全部ゼロです。はい、上げてません。でステータスはこんな感じ。まあ平凡ですね、ほとんど配布ですし、こんな感じになってます。なので、スキル上げるとかレベル上げれば、さっきねちょっとだけ残っちゃったんですけど、それもまとめて一発で、取れると思います。覚醒も4つまでしか上げてないので、この辺もフル覚醒すれば、いけるんじゃないかなと思います。まあ、しばらくゴーレム周回して信頼度上がったら、スキル2かスキル3を上げるという感じで、整えようかなと思います。まあ、あんまりねボラボラ使ってられないので、なるべく抑えた、編成で紹介しました。はい、じゃあバンシーの編成ですが、まず一つ目が、この編成ですね、ヒーラー2枚と、カリンと緑川ですね、まあ、緑川のところはチャールズとかでも、いけます。今回は、一応ピックアップもされているのでビルドレッドでやってます。でバンシーがですね、一番簡単で一番難しい、と思いました。というのも、この後紹介するんですけど、ワンショットキルの編成もあるんですけど、そっちはですねめちゃくちゃ簡単にできます。ただワンショットじゃなくて、普通のオートでやろうとするとめちゃくちゃ時間がかかるっていう感じのボスなので、まあ、できるならワンショットの方を仕上げた方が効率非常にいいので、あまりこの普通にやる編成おすすめしません。で、だいたい7分ぐらいかかるので、その代わり事故率はゼロです。なので、カットしていくんですが、まあ、基本的には、アカテスとモモランシに薬瓶を持たせて、一切毒を残さない、もう確実に毒残らないので、まあ、この編成は安定はするんですけど、毎ターンね6000弱回復していくので、なかなかダメージを与えることができないので、時間だけは非常にかかります。で、アカテスが一応スキルターンも、減らしてくれるので、うまいことねカリンに打ってくれたら、スキル2の防御ダウン連続で使ったりしてくれるんですけど、こんな感じですね今みたいに、さっき使ったんですけど、もう一回使うと。一応カリン命中65以上、維持しているんですが、ご覧の通りねめちゃくちゃ抵抗されるので、まあ、その辺の確率も込みで、まあ、今回のこの7分かかったのはかなり抵抗されたので、まあそれだけ時間かかってるんですけど、まあ大体6分から7分ぐらいかかると見てもらっていいです。なのでおすすめしません。終盤までカットします。はい、4分ぐらい経ちましたが、ようやく終わりが、見えてきたという感じですね。まあ、こっからもね長いんですよ。はい、これでまた回復されて、まあ、ちょっとねスピード調整をあんまりしてないので、まあ、うまいことをカリンの、後に、緑川が動くようにしてあげればもうちょっと早くなるとは思うんですが、いろいろ試した結果ですね、かなりスピード速くないと、厳しいので、できる人は、180ぐらい、カリンと緑川を両方180ぐらいにしてあげたら、うまい具合にいくんじゃないかなと、思います。さあ、あとミリなんですけどまた回復と、これがね非常にめんどくさいです。なのでやっぱビビアンがいればヒーラーを1人減らせるので、ビビアンがね早く来てほしいです。はい、ではワンショットの編成を、やっていきます。さっきの何だったんだぐらい早いので、こっちおすすめです。はい、じゃあ DNA でバフを入れて、ここですね敵より早く、闇ロゼ動くようにしてください。じゃないと敵の命中ダウンのデバフもらうことがあるので、それで事故っちゃうので、できれば敵より早く調整してください。
あとはワンパンして、バフ入れつつワンパンして、で、あとチャールズのスキルにこの後打つんですけど、そこも、火力の調整が必要です。防御ダウン入れて、チャールズの S2 がですね3万2000が限度です。それより、与えてしまうとバンシー分裂しちゃうので気をつけてください。であとはバイケンでスキル2スキル3でワンパンするという感じです。はい、じゃあ装備紹介していきます。まず一つ目の、あんまり参考にならないといった方ですね。モモランシーさっきと一緒で、アカテスはですね全く育ててないのでスキルも振ってないですし、装備はまあ適当です。まあスピード早めにしてなるべく回転上げるっていうぐらいですね。まあ星5です。で、カリンが一番重要ですね。今回は低スピードで効果命中盛りながら火力盛るといった感じ。まあメイン火力なので、なるべく高めにしてるんですけど、これでもね火力全然足りないんで、まあ時間がかかる感じですね。スキルは結構振ってます。335ですね。で最後ビルドレッドですが、こっちもあんまりいじってないので、まあこんな感じですね。ビルドレッドのところを水着ベローナとかにして方がもしかしたら縦割り率高くなるのでいいかもしれません。ちょっと試してないので、試せる方は試してみてください。なるべくね水着ベロナ限定なので、ちょっと使わないようにしてたんで、ちょっと試せてません。はい、じゃあ次、ワンショットの方を、見ていきます。はい、ワンショットの方ですが、ディエネは、これもさっき紹介した、ままですかね。水鉄砲と、こんな感じのステータスにしてます。で、闇色勢、スキル一切振ってなくて、こんな感じですね。まあ、なるべくダメージ出すためにクリティカルの首輪つけて、クリ率100にして、やったりしてます。で、チャールズも対人で使うのであんまりいじってないですね。異物だけ変えて、ここをですね、肖像画にすると火力が過剰になってしまったので、今回は陶器の戦具で調整してます。これでギリギリスキル2が、3万、1000ぐらいかな、に調整できてます。なので、スキル2をですね、プラス5にしている人はちょっとダメージが、オーバーするかもしれないので、異物とか装備で、調整をしてください。で最後、バイケンですね。バイケンは非常にハードルが、高いですね。こんな感じのステータスで、異物は、異物が、道化師ですね。道化師装備で、攻撃4000のクリダメが333。でこれちょっと今気づいたんですけど、クリ、会心セットが発動してないですね。まあ、できれば、会心セットにした方がいいんですけど、ステータス的には、これぐらいのステータスが、欲しいですね。で、スキルもですね、結構振ってます。33ですね。なるべく高い方が、もちろん、いいですが、これ以上はちょっとね、もったいないので、これ以上振れませんでした。であとできるならフンヌセットの方がダメージは高くなるので、フンヌセットがある人はフンヌセットにしてみてください。かなりねダメージ1万以上伸びるんで、そっちの方がいいと思います。はい、こんな感じですね。はい、ではアジマナックを見ていきます。アジマナックは、この編成ですね。イセルリにモモランシー、そして緑川、緑川のところは多分闇川でもいけるかもしれません。ちょっと持ってないので試せないんですけど、持ってる方は一旦試してみてください。で、スキルはですね、イセリア入れてるので、緑川はオフにしてます。まあ、緑川は別にオフでも、オンでもあんまり変わらないので、オフ推奨です。で、ただですね、これでも、イセリアのスキルターン0にするっていうやつが、モンモランシーに飛ぶ可能性はあるんですけど、まあその時はその時で、問題ないという感じでやってます。
で、この編成はですね、あんまり練れてないのでめちゃくちゃ長いです。6分ぐらい、平均すると大体6分ぐらいかかるので、まあもっといい編成が、見つかってる人は、そっちで、やることをおすすめします。どうしてもですね、現状ビビアンがいないので取り巻きの処理に時間がかかるのと、あと免疫をつけるのにいい英雄があんまり今のところいないので、まあ、闇輪とかね、あと光アーミンとか入れてもいいんですけど、そうすると火力が足りなくなったりとか、バフ役がいなくなったりとかになっちゃうので、現状ちょっと厳しいっていうところがあるので、僕はこれでもう時間があるときに周回をしてます。で、長いのでまあちょっとカットしていきたいんですが、現状ですね、アジマナクを攻略するのであれば、このイセルリのコンビか、もしくは、イエラのバイオリン、専用装備のところで交換できる異物なんですけど、これを装備したメイジ系、おすすめはですね、闇ゼラと、出血を全部返すことができるので、どっちかイセルリかバイオリン装備のゼラとのどっちかを編成に、入れた方がいいと思います。この2つ抜きで、いい編成があれば、ぜひ教えてほしいので、知っている方は、コメントで教えてください。まあ、今だと闇ヘイストとかも、割と良さそうなんですが、まあ、ちょっとね入手難易度が、高いということで、それだったらまあバイオリンの方はいいかなっていう感じはします。はい、でこんな感じでですね、まあ、とにかくもうちまちま削っていくしかないので、相手が凶暴化したらイセリアが、解除するみたいな感じですね。でルリ単体でも全然使えるんですけど、イセリア入れないとですね、やっぱり結構この凶暴化解除が、難しいので、もしバイオリン装備の闇ゼラトがいるんだったら、イセリアのところを闇ゼラトにしてもいけると思います。とにかくね、あのルリの変身を早めるというよりかは、イセリア入れてる理由は凶暴化を解除するっていうところなので、強化解除できる英雄であれば、まあ、誰でもいいです。まあ、その中でおすすめがイセリアですね。で、バイオリンの闇ゼラと、もしくはですね、動画で見たのが、海外のやつで見たのが、タイビン、まあ、一応デバフも入れれるし、スキル1が強化解除なので、まあ、確率もモラゴラ食べさせれば 75% と悪くないので、まあ、タイウィンもありかもしれません。であとは闇ヘイストですね。闇ヘイストは、この取り巻きが死んだ時に、復活する時に、シールド効果が発動するのと、スキル1で強化解除できるので、まあ一番適性はありそうなんですが、持ってる人は試してみてください。倉庫を解説しているうちに、もう終わりそうですね。カットするつもりが、長くなってしまいました。で、ルリ単体、イセリアいないし、ヤミゼラと、バイオリン装備のやつもいないし、ヘイストもいないっていう人はですね、仕方がないので、ルリの命中を上げて、この変身中のスキル1で、無理やり解除しに行くしか、ないと思います。ただちょっと単位数的に厳しいかなっていう感じがするので、あんまりおすすめできません。で、味まなく回っている理由がですね、フンヌ装備が欲しいので回ってたんですけど、なかなか時間がかかるのでちょっともったいないかもしれないですね。はい、凶暴化するとねかなりダメージ痛くて普通に死にそうになるので、たまに事故ることもあります。強化解除もね、これスキル3で入らなかったらしばらくこのまま暴れられるんで、なので一番おすすめはやっぱりバイオリンですね。はい、こんな感じでもうちょいですね。このままちょっとカットなしでいきます。やっぱ火力が1枚なんでめちゃくちゃ時間が、かかるのが欠点です。さあ、バフ入れて最後ですね。
まあ時間かかってもいいよという人は、こんな感じの編成で行ってみてください。はい、じゃあ一応安島なくの、使った編成の装備紹介です。ルリはこんな感じですね。まああんまり、適当です。ちょっと死にやすいっていう人は、HP を、上げるといいと思います。一応靴が僕スピードなので、ここを変えてもいいかもしれません。でモンモランシーも、適当ですね。まあ抵抗高めにしとけばいいんじゃないかという感じです。はい、全然この辺更新してないので装備がしょぼいですが。で、イセリアはこんな感じですね。スキルも、スキルターン減少までやってます。イセリアはまあ、回転率重要なので、早めにした方がいいと思います。とにかくね、スキル3で強化解除できないと、お話にならないので、とにかく早く早くで、使ってます。で、命中はもちろん、65以上、確保してください。で、あまりにもですね、攻撃が痛すぎて、イセリア普通に死んだので、僕はアクセサリーメイン防御に、したりとしてます。なので、まあ、防御1200、生命力12000。これで、あんまり死ぬことはなくなったので、これぐらいを目安にしてみてください。で、異物なんですけど、サシェイタネスですね。これのゲージアップが結構効いてくるので、ぜひ、イタネスを装備してみてください。で最後緑か、これは、あんまり専用に組んでないんですけど、こんな感じですね。動画では肖像がつけてたんですけど、エリハの探検でも、OK です。はい、もうちょっとスピード、これ今苦痛がメイン攻撃にしてるんですけど、ここスピードとかでもいいかもしれません。まあ、火力が緑川しかいないので、回転早めて、攻撃回数増やすのもいいかもしれません。はい、ちょっとあんまりおすすめできない編成なんですが、まあ、これでクリアできたよということで、こんな感じです。はい、という感じで、これでようやく、討伐13段階の、編成が一通り、僕は納得できるところまでできたので、以上になります。あとはまあビビアンが切ったら、ビビアンで多分かなり編成変わってくるので、そこでまた新しい編成ができるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回は、ゴーレム、バンシー、アジマナクの13段階の編成でした。ご視聴ありがとうございます。